はい、山寺です。今日はですね、またね、家でインスタントラーメンを作って食べたいと思うんですけども、今日はですね、これですわ。なんかね、またお土産でもらったんですけどね、札幌かな、屋台18番北海道限定のラーメンです。これをちょっとね、作って食べてみたいと思います。今から、作ります。はい、それではですね、早速作っていきたいと思います。まずはですね、500cc のこれね、お水入れます。では早速ね、火をつけたいと思います。それでですね、沸騰するのを待つんですけども、今回のラーメンはね、先ほども言いましたようにこれですね、水がね、沸騰するまでの間、ちょっと卵をね、この丼鉢に入れて卵を割って用意しておきますわ。まあこれ何のこともないんですけどね、いつも同じことばっかりやってるんだけどね、なんかちょっとたまにはあれですね、野菜かなんか入れたいですね、こういうラーメンはね。はい、そろそろですね、お湯が沸騰してきましたので、こちらのラーメンで入れていきたいと思います。よいしょ。これがね、何分湯がくんやろう。まあとりあえず入れてみますわ。3分入れてくださいって書いてますね。3分。よいしょ、入れます。中はね、粉末スープと特製油って書いてますね。こういうのが入ってます。一応ね、もったいないんで、袋のちょっと余ってるこのね、割れたやつも入れて、よいしょ。今ね、強火ですよ。グツグツとね、よいしょ。いかにね、山寺が普段料理をしないかっていうのがお分かりですよね。すごい、あの、雑い料理ですよね。まあ、3分だからね、すぐにできるんですけども、よいしょ。今回はね、ちょっとね、卵はね、溶き卵にしようかなと思うんでね、ちょっとここで溶きますわ。前回はね、卵溶かんとそのままね入れたんですけども、今回はちょっと溶きます。なんかね、この麺はね、ちょっと黄色いかな、色が黄色、濃い黄色いような感じがする。普通のインスタントと違ってね。どうなんやろ、そう思ってるだけなのかな、分からへんですけども。屋台18番うま辛、なんかいいですね。ちょっとそろそろ、まだ早いかな、ちょっとどうやろ、3分は経ってないか。もうちょっと待ってから、まあ言いながらも山ではこの段階で入れるんですけどね。結局粉末スープ入れますわ。どうなるか、ちょっとこう、よいしょ。ああ、ちょっとやっぱりこれもね、なんか辛い系かもわからんね。うま辛って書いてるぐらいから、やっぱり辛いんやろうね。よいしょ。粉末と調味油を入れてくださいって書いてある。これ多分調味油っていうやつがひょっとしたら辛いんかな。どうなんやろ、ちょっと入れますわ。あ、色的にちょっとラー油っぽいね、色が。ラー油っぽい色してますわ。はぁ、あ、はぁはぁはぁ。よいしょ。そして、こちらに卵を、溶いた卵をね、溶き卵をさっとこう入れて、ね。で、ネギを散らして完成ですね。よいしょ。これでちょっと一煮立てしたら終わり、完成ですね。よいしょ。
もうこれぐらいでいいですかね。うん、もうちょっとだけ卵固まらせたいな。いい感じになってきましたね。じゃあこれでちょっと火を止めます。止めて、こちらのお鍋にですね、お鍋ちゃうわ、丼鉢に入れます。はい、これで出来上がりです。はい、こちらがですね、完成したラーメンです。美味しそう。早速いただきますね。では早速いただきます。うまそうやわこれ。インスタントラーメンもね、この頃美味しいですからね。あ、これもね、ちょっとこの前のね、つぼラーメンよりかはちょっと辛いかもしれん。うん、ちょっとね、ニンニクが効いてるかも。うん、美味しいんですけど、どちらかと言いますとね、この前のつぼラーメンの方が僕的には好みかもしれん。これはこれで美味しいんですけどね、ちょっとね、つぼラーメンの方がもうちょっとね、コクと高級感があるような気がする。うん、こっちはね、なんかニンニクの効いた、うん、ちょっと辛めかな。うん、そんなにだだ辛いっていうか、そんなんじゃないんですよ。うん、うん、これはこれでね、嫌いじゃないけど、やっぱりね、つぼラーメンが結構僕好みかもしれませんわ、本当に。うん、ただね、辛い方がいい、辛いのとちょっとニンニクが効いた感じがいいんやったら、こっちもいいかもしれませんね。うん、まあこれ北海道限定なんで、うん、北海道行かないと多分売ってないと思うんですけどね。うん、あれも食べとったら美味しいなってきたな。うん、ちょっと今回はね、卵溶いたんでね、あ、やっぱニンニクが効いてますねこれ。もう食べた瞬間から口の中がニンニク感がすごいですわ。うん、うん、こんな感じ。これなんか白菜とかちょっとなんかやっぱりね、具を入れた方がいいかもしれませんね。うん、あ、結構辛い、辛くてニンニクが効いたラーメンでした。これはこれで美味しい。うん、ということでごちそうさまです。またこの後ね、三振をちょっと練習したいと思います。三振をねちょっと引く前に、喉が渇いたんで、これ野菜ジュース飲みます。私これよく飲んでるんですよ。うん、あ、あ、美味しい。さて今日は何引こうかなと、またいつもの朝どや言うんたかなと思うんやけども、たまにはちょっと違うやつ、練習ね、練習なんで、ちょっと皆さんお付き合いくださいね、本当に。ん？ん？何行こうとしてるかな、ちょっと待ってね。
ちょっと難しいな、やっぱりね。まあね、難しいわ、ほんまに。ちょっと、だいたいわかるでしょ、何弾こうとしてるか。ここだけ弾けるんですよ、なんとかね。難しいですね、なかなかね、このね、難しい、ほんま難しい、このねって言われて、何、三振ってなかなかね、奥が深いというか、ほんまにね、難しいですわ、マデラ的には。まだまだ練習せなあかんねんけどもね、ほんまに頑張りますけども、まあ、コロナウイルスにも皆さん負けないでね、頑張りましょう、本当にね、うん、ほんまですよ。ちょっと飛んでから、こう、ここまでしかね、この間がちょっとわからないです、まだちょっとね、楽譜とかクンクン C とか見ないでやってるので、一回まだちゃんとね、クンクン C かなんか見てね、練習したいと思いますけど、まあ、今日はこんなとこでね、うん、なんかちょっと練習やけども、なんか納得のいかん練習で、
お聞き苦しいとこすいませんね。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございます。